どうも、しばです。今回は OBS スタジオで覚えると絶対便利になる特殊機能8000という内容で解説していきます。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。まず最初に紹介するのは、各設定を初期化したり設定を追加する方法です。この方法を覚えておくと、 OBS で録画や配信の設定を行っているときに、いつの間にか変な設定を行っていて、どの部分が間違っているのかわからない状態になってしまっても、各設定を初期化した状態から再設定を行えます。また新しく設定を追加することもできるので、スマホゲーム用の配信設定や PC ゲーム用の配信設定、雑談配信用の配信設定など、用途に応じて設定内容を使い分けることも可能になるので、この方法を覚えておくと非常に便利です。それでは実際のやり方を解説しますが、 OBS の画面上にあるプロファイルとシーンコレクションからそれぞれ新規作成を行います。プロファイルを新しく作成すると、 OBS の設定をクリックした時に表示される設定画面の内容を初期化した状態で作成できるので、一から設定し直すことが可能になります。シーンコレクションを新しく作成すると、シーンやソース、音声ミキサーの項目を初期化した状態で作成でき、一から設定し直せるので覚えておいてください。まずはプロファイルを新規作成する方法からですが、 OBS の画面上にあるプロファイルをクリックして新規をクリックしてください。次にプロファイルの名前を入力する画面が表示されるので、好きなように名前を入力して OK をクリックしてください。今回はスマホ用設定と名前を入力して解説していきます。実際に OK をクリックするとパッと見た感じでは変化はありませんが、プロファイルの項目をクリックするとスマホ用設定のプロファイルが選択されています。ちなみに新規作成する前に使っていたプロファイルはここから選択できるので、以前の設定に戻したいのであれば簡単に変更可能です。あとは設定をクリックした時に表示される設定画面の内容が初期化された状態になるので、用途に応じて設定し直すようにしてください。次にシーンコレクションの新規作成方法を解説しますが、 OBS の画面上にあるシーンコレクションをクリックして新規をクリックしてください。次にシーンコレクションの名前を入力する画面が表示されるので、好きなように名前を入力して OK をクリックしてください。今回はスマホ用設定と名前を入力して解説していきます。実際に OK をクリックするとシーンやソース、音声ミキサーの項目が初期化されるので、大きく見た目が変化しますが、シーンコレクションの項目をクリックするとスマホ用設定のシーンコレクションが選択されています。ちなみに新規作成する前に使っていたシーンコレクションはここから選択できるので、以前の設定に戻したいのであれば簡単に変更可能です。あとはシーンやソースの再設定を行ったり、状況によっては設定から音声の項目にあるデスクトップ音声やマイク音声の設定が無効になっているので、この部分もしっかり確認してください。次に2つ目に紹介するのが、音声ミキサーを垂直レイアウトに変更する方法です。これは見せた方が分かりやすいので早速解説しますが、音声ミキサーの項目の下にある縦3点マークをクリックして垂直レイアウトをクリックすると、このように水平方向から垂直方向にレイアウトを変更できます。プレビュー画面を大きく表示させるために、音声ミキサーの縦幅を調整すると、水平方向では3つしか画面に表示されないので、たくさんの音声ソースを入れている場合はスクロールしないと確認できなくなっていました。ただ垂直方向にレイアウトを変更すると、水平方向と比べて多くの音声ソースを確認できるので、音量調整やミュート設定などを行いたいときに非常に便利です。あと各ソースの名前を短く設定すれば、それぞれの間隔をもっと狭くして多くの音声ソースを表示できますし、音声ミキサーの項目自体を横に広げることでもより多くの音声ソースを表示できるので、参考にしてみてください。次に3つ目に紹介するのが、ソース配置時のイライラを解消できるスナップ設定の解除方法です。例えば画面端に画像などのソースを近づけるとピタッと吸い付くようになっていますが、これがスナップという機能になっています。このスナップ設定は最初から有効になっているのですが、状況によっては画面端で画像などの位置を微調整したいのにうまくいかずにイライラしてしまう場合があるんですよね。こういう位置の微調整を行いたいのであれば、ソースを選択した状態で十字キーを押すと1ピクセルずつ移動できたり、シフトキーを押しながら十字キーを押すと10ピクセルずつ移動できるので、このやり方を覚えておくだけでもイライラを解消できるかと思います。ただピタッと吸い付くスナップ機能自体がいらないと思っていたり、設定を変更したい人もいるかもしれないので、解除方法を解説していきます。まずは OBS の画面右下にある設定をクリックし、一般の項目にあるソース配置のスナップの欄を確認してください。
スナップ機能を完全に無効にしたいのであれば、有効にするのチェックを外せばスナップ機能を無効にできるので、 OK をクリックして設定を確定し、 OBS のプレビュー画面上で確認してみてください。スナップ機能はあってもいいけど、一部の設定を調整したいのであれば下の設定を行っていきますが、画面端などに吸い付く力を調整したいなら、スナップ感度の数値を上下させて確認してみてください。また画面の端に早々スナップすると、他のソースに早々スナップするに関しては元からチェックが入っているので、必要に応じてチェックを外してください。水平方向および垂直方向の中心に早々スナップするに関しては、 OBS のプレビュー画面の縦と横の中心に早々スナップさせるのかという設定なので、必要であればチェックを入れて確認するようにしてください。次に4つ目に紹介するのが、ソースの項目の色を変更して見やすくする方法です。配信するときにコメント欄などを画面に表示させている人もいるかもしれないですが、配信するたびに設定内容を調整する必要があります。ただたくさんのソースを入れていると、どこにコメント欄を表示しているソースがあるのか分かりにくいので、このように設定を変更する頻度が高いソースに関しては色を変更しておくと一発で探しやすくなります。実際のやり方を解説しますが、色を変更したいソースの上で右クリックして、色の設定の中にあるカスタム色をクリックしてください。すると色を選択できる画面が表示されるので、好きな色を選択できたら OK をクリックしましょう。するとソースの項目の色が変更されて、一目で重要なソースが分かるようになります。もしも元の色に戻したい場合は、同じように色を変更したいソースの上で右クリックして、色の設定の中にあるクリアをクリックすると、このように元に戻すことができるので覚えておきましょう。次に5つ目に紹介するのが、ソースのグループ化でまとめてサイズ変更させる方法です。例えば画像のソースを使って枠の画像を入れ、その中にテキストのソースを使って一つのお知らせ欄を作成するように、複数のソースを使用して一つの要素を作成する場合があると思います。位置調整に関してはドラッグして範囲選択したり、コントロールキーを押しながらソースの欄の各要素をクリックすれば複数選択できるので、まとめて位置調整が可能です。ただサイズ変更しようと思ったら複数選択しても意味がなく、それぞれのソースを1つずつ選択してサイズ変更しないといけないので、非常に手間がかかるんですよね。そのような時におすすめなのがグループ化というソースで、これを活用すると複数のソースを1つにまとめることができて、全て一緒にサイズ変更が可能になります。実際にクリックすると名前を入力する画面が表示されますが、好きな名前を入力したら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。するとソースの項目にグループが追加されますが、一つにまとめたいソースをドラッグして範囲選択したり、コントロールキーを押しながらソースにある各要素をクリックして複数選択してください。それができたらドラッグしてグループのソースの上でドロップしましょう。するとグループのソースの中に選択した各要素が入ります。あとはグループのソースを選択した状態でプレビュー画面内の四角をドラッグすることで、複数のソースのサイズ変更が可能になります。また位置調整もまとめて簡単にできるので、うまく活用してみてください。次に6つ目に紹介するのが、ソース設定画面を見せないスタジオモードの活用方法です。配信中にソースを追加して新しい映像を表示させたい場合もあると思いますが、状況によってはソース設定中に見せたくない映像が映ってしまう場合があります。例えば映像キャプチャーデバイスの設定を行うときに、 PC に搭載されているカメラが設定時に映って顔バレしてしまうとか、ウィンドウキャプチャーでウェブページの一部だけを見せたいのに映像のトリミングを行う前に他の余計な部分が映ってしまうなどがありますね。このような放送事故を防ぐために、スタジオモードという機能が非常に役に立ちます。実際にクリックするとこのような画面が表示されますが、画面左に表示されている映像はスタジオモードでのプレビュー画面で、画面右に表示されている映像は実際に配信されている映像となっています。試しに画像のソースを追加してみると、画面右の実際に配信されている映像は何も変化はありませんが、画面左のスタジオモードでのプレビュー画面は追加した画像が表示されています。つまり新しく追加したソースの映像を確認したり調整を行った後に画面を切り替えられるので、放送事故をなくすことが可能です。確認や調整を行えた後はスタジオモードをもう一度クリックして解除すると、元の画面に戻り、スタジオモードで調整したプレビュー画面が配信され始めるので、参考にしてみてください。ただスタジオモードを使用する時の注意点が2つあるので解説しておくと、1つ目はすでにあるソースをスタジオモードで調整する場合、その映像が実際の配信の映像にも映る場合があるので注意が必要です。特にウィンドウキャプチャーや映像キャプチャーデバイスなど
今現在の映像を映しているソースの設定を変更する場合に注意してほしいのですが、試しに映像キャプチャーデバイスの映像を変更してみると、実際に配信されている映像の方も変わってしまいます。スタジオモード中に新しくソースを追加して設定するのであれば問題ないですが、すでに追加しているソースをスタジオモード中に変更する場合は注意してください。対処法としてはソースの目のマークをクリックして映像を非表示した後にスタジオモードにします。その後に映像を再表示させて設定を編集すれば放送事故が起きることはないので覚えておいてください。次に2つ目の注意点ですが、シーンの切り替えに関してはスタジオモードではできなくなっています。実際にやってみると分かりますが、他のシーンに切り替えて映像を確認したりソースの編集は行えますが、シーンを切り替えた状態でスタジオモードを解除しても映像が切り替わりません。事前に映像の確認ができたりソースの編集は行えるので放送事故になる確率は低くなりますが、シーンの切り替えによる放送事故をより一層防ぎたいのであれば、この次に解説する方法を参考にしてみてください。次に7つ目に紹介するのが、シーンの映像を確認できるマルチビュー活用方法です。これは実際に見た方が早いのでやり方を解説しますが、 OBS の画面上にある表示をクリックしてマルチビュー括弧ウィンドウをクリックすると、このような各シーンの映像が表示され、実際にそれぞれのシーンをクリックすると OBS 側の映像もそのシーンに切り替えることができます。さらに現在のシーンの状況も確認できるので、何か問題があったとしても先ほど解説したスタジオモードでソースの修正を行えば放送事故を防ぐことは可能です。ちなみに OBS の設定から一般にあるマルチビューの欄を確認すると、マルチビューでの表示方法を変更できるようになっています。必要であればこの設定を行って使いこなしてみてください。最後の8つ目に紹介するのが、 OBS の画面をスクリーンショットする方法です。この方法を覚えておくと、サムネイルや動画編集用の画像を準備するときに非常に便利です。実際のやり方は非常に簡単で、 OBS のプレビュー画面の上で右クリックしてスクリーンショット（プレビュー）をクリックすると画像を保存できます。ちなみにスクリーンショットの保存場所は録画した動画の保存場所と同じになっています。画面上にあるファイルをクリックして録画を表示をクリックすると、実際に録画の保存先が開けるので、スクショした画像が保存されているのか確認してみてください。ちなみにホットキーというショートカット機能を活用すれば、キーボードのボタンをワンタッチするだけでスクショが可能なので、その方法も解説しておきます。 OBS の設定をクリックして画面左のホットキーをクリックしたら、出力をスクリーンショットという項目を探してください。実際に見つけられたら、その隣にある欄をクリックしてショートカットキーとして登録したいボタンを押すとボタンを登録できます。設定できたら OK をクリックして画面を閉じましょう。あとは実際に登録したボタンを押してスクショできるのか確認するのはもちろん、スクショ以外の機能もホットキーとして登録できるので、うまく活用してより OBS を便利に使いこなしてみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることは可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。